きな津波が迫っています。まもなく壁、あ、捉えました。実は私被災地っていうか、福島県の出身でして、3月11日の日はもう気が気じゃなかったっていうか、頭が本当に真っ白になって仕事は手につきませんでしたね、何日間か。ああ、日本で地震が起きてるんだと思って本当にびっくりして、まずは家族と連絡を取るっていうのが最初にやったことなんですけど、昼に戻ってきた時にもういろんな人からメールとか電話が入っていて、でもちろん部署の人たちもいろいろ状況を教えてくれて、特にあの日やっぱり私の親とも連絡がなかなかつかなくて、生の声が電話で話せたのがもう丸1日以上経ってから。その後に IMF の日本人有志が立ち上がってこう募金活動を始めた時に本当早かったですよね。本当に皆さんすごくこう自分のことみたいに心配してくださってるんだなっていうのが本当にこう心に染み入りました。非常にたくさん の多くの外国人スタッフの方が続々とボランティアに名乗りを上げて手伝ってくださいました。今回の経験を通じて IMF の人間的な顔を垣間見た気持ちです。IMF 内におきましても IMF の職員の間で有志を募って、義援金の募金活動を行ったわけですが、その際も、世界の本当にさまざまな国、必ずしも先進国ではなく後進国の人とも含めて、支援の輪に加わってもらったのは私自身本当にそこで、感銘を受けた次第です。みんな一丸となって、あんまり普段一緒に働かないんですけど一丸となってこう募金活動をして、自分はその震災の場にはいなかったんですけど、こう日本のことをみんな世界の人は好きで心配してくれてるんだなっていうのがすごく分かって、ちょっと誇らしい日本人として誇らしい気分になりました。復興していく姿をこう見せながらこう年次総会を成功させていくっていう部分もそうなんですけれども、本当の日本のなんかなんて言うんでしょう、力強さとか勤勉さとかそういうのがこうもっと表に出るといいなというふうに感じてます。日本の人々に実際に IMF が何をやっているのか、どういうその貢献をしてきているのかということについて、もう少し知っていただく機会になればいいなというふうに思います。世界中のリーダーにね、自分たちの目でね、本当に日本人というのがね、ああいう悲惨な目にあってもめげないでね、力強く復興しているという姿で、本当に秩序正しく礼節を守ってね、一生懸命生きている、そういうその日本人の美徳というのをね、そういう人たちの目で見ていただきたいって思ってます。